こんにちは、ゆうゆうです。ガイドブックにも載っていないフィリピン・マニラで私が研究してきたジプニーについて皆さんに詳しくお伝えしたいと思います。はい、まずジプニー、皆さんご存知ですか？これからフィリピンに行くという方、ぜひこちら覚えてください。街の中を走る大型バス、乗り合いバスですね。お金の入れるとことかが、ね、あるわけではなくて、運転手さんに直で渡すという、20ペソから30ペソぐらいの、金額で乗れるバスです。行き先を自分で言って、乗り込んでいく、まあ、その辺に着くとね、着いたよって言って声かけてくださいます。なるべく自分から、どこどこに行きたいですって言っておくといいですね。言い方としては、例えばチャイナタウンだったらチャイナタウンポというだけで通じるそうですので、こちらも覚えていただくといいと思います。さあ、乗り方ですが、ジプニーね、バンバン走っています。右側通行なので、右側の、そうですね、日本でいうと、交差点のですね、横断歩道のその、信号が立っているぐらいの距離ですね。あの辺りで、まあ、立ってジプニーを見ていると、乗ってくるかと言われます。はい、行き先がですね、大概このジプニーというのは決まって走っているので、そのジプニーのフロントガラスに、パサイだとかなんとかモールとかね、きちっと明記してあるんですよ。それを見て、どうも現地の方は乗るみたいなんですけど、観光客にはちょっと難しいので、なんとかモール、SM なんとかモール、ポとか言うと、乗ってこいみたいな。行き先が違う時でも、乗ってこいって言われることがありますが、この枝分かれする分かれ道のところで、はい、ここからあの車に乗れと指示があります。その、乗り継いで行くという方法もありますが、まあ、そうですね、一本で行きたい場合は、先ほどの、その、行き先がバッチリのところに乗ればいいと思うんですが、さあ、ここでなんと紙アプリがあるんです。このジプニー専用の紙アプリ、サカイ、フィリピンのね、 PH という、こちらに、載せておきます。こちらのアプリが、何行きがどこを通るっていうのが分かるアプリになっていまして、ジプニーに、使いこなしている方たちは皆さんこれをね、使っているそうです。ぜひ皆さんこれを日本からダウンロードしていかれるといいんではないかと思います。そうですね、あと、まあ、酔いやすい方、ジプニーは結構揺れます。後ろとかも、まあ、エアコンがないので暑いっていうのもあって、後ろは横向きに座る席しかないので、ちょっと車酔いしやすい方は助手席に乗ることができるので、助手席は運転手さんと横に、まあ、一般の乗る方、乗車する方が2人まで乗れます。なので、まあ、窓側にね、無理やり1人しか乗ってなければ、もう2人目自分が、窓のギリギリのところに乗って、風を浴びながらね、日本でこう、乗用車から顔を出しているワンコみたいにね、風を浴びながら移動するという、なかなかスリリングな体験もできます。ぜひおすすめです。ジプニーに乗ろうと思ったらですね、頭の中に地図をまあまあ入れておいてください。地図は海と、平行に、列車が走ってるね、上に高架がありますので、その下に走っている道は左右に有名な街がありますから、その街を、まあ、頭の中に入れていくか、一枚ちょっとね、地図みたいなものを写メして持っておかれるとバッチリです。はい、まあ、こんなところで私は、1回の、旅行で研究してきたジプニーの結果すべてここに詰め込んでみました。さあ、もう一つお知らせは、経験者しかなかなかこうお伝えできない情報の一つとして、もう一本上げている動画が、フィリピンの方と翻訳、アプリですね、こちらについても1本動画を作っております。どちらも5分で見れるようになっておりますので、ぜひご覧ください。でお役に立った方はぜひ高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではゆうゆうでした。